次の作業ですけれども、先ほど試運転したらバンプラバーが設置してしまっていましたから、やはり次は乗り心地改善のために次の作業に入ります。次はですね、こう持ち上げてまたタイヤを外します。バンプラバーをカットしようと思います。ここで久しぶりですね、外すの。バンプラバーをカットしていきます。最後の一山の半分にしてます。よいしょ。これでもさ、ここまでバンプラバーなんでしょ。もうちょっと切ってもいいよね。超ショートバンプラバー。よし、これでいいんじゃないですか。よし、で、これ、あとこれをつけて、これをつけて、バネを戻して、これで、これをつけて、これで、これをつけて、これダメだな。いや、走ってみないとわからない。走ってみないとわからないからやってみましょう。よし、じゃあだいぶ短くできた。いいでしょ、これで。よし、これでよしと。辛いっちゅう。よいしょ。かっこいいけど工夫してないからな、俺の場合は。よし、終わった。これで走ってみてどうかだね。よし、これでまた試運転をして終わりになるんですけど、いや、ちょっとこれ隙間なさすぎるかもしれないんで、うまくいかなかったらまずスペーサーを外して、次はスプリングサスペンションをちょっと1センチやっぱり上に戻す感じですね。いずれにしても今日の作業はこれで終わります。どうもありがとうございました。失礼します。本日最後の試運転をします。底付きするかのどうかの試運転です。
まあちょっともうしばらくこれで乗りましょう。今日またちょっと夜夕方出かけるので、それでも様子が分かりますね。で今日の作業はいずれにしてもこれで終わりましょう。どかどか、うん、どかどかは大丈夫。装着の雰囲気はこんな感じです。よし、これで今日の作業を終わります。ありがとうございました。失礼します。